里崎チャンネル、あけましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、2021年、新年おめでとうございます。牛年、もう、はい、もうあ、そうか、今年牛年ですね、はい、もう、はい、牛年です。ちょっとずつ猛進でいきたいんで。あ、そうですね、突き進んで、うん、今年も、まあ、ちょっとずつ猛進が牛なのかってね、分かんないけど、もうが入ってるからね。もうはもうのもうじゃないけど、うん、違うもうですね、うん、はい。かけてね、うん、里崎チャンネル、はい、2回目の正月です。あ、もうそうなりますね、うん、だから始まってもう1年半ぐらい。そうですね、そうですね、うん、早いですね、ねえ、日が経つのは本当に、はい、まあ、頑張ってますね、うん、そうですね、長いよね、はい、はい、というところで、はい、今年、うん、2021年正月、はい、何やるのか、まあ、もうサムネに出てますけど、はい、こちらです。日本一早い順位予想、イエイ。いや、ちょっと早すぎませんかって思いますけどね。いや、日本一早い、はい、まあ、世界一早いかもわかんない。そうですね、順位予想をやります、はい、でもまだ戦力も整ってなくないですか。そうなんですよ、しかもですよ、はい、あの、今日これ年末に撮ってるんですけど、はい、ちょっと今、はい、コロナさんが、はい、なんか新型の編集ができて、はい、なんか一部関係者以外、はい、外国人入国禁止、はい、出ましたよね、はい、外国人選手来れんのかなって話あるんですよ。そうですよね、1月28日でしたっけ、なんか1月下旬までなんですよね、そのこの期間が。あ、その期間見てませんでしたけど、だか確かね、そうですね、入国の入国がね、うん、だ、外国人選手来れんのかなっていうね。そうですね、キャンプどうなるんやっていうね、うん、この先1000人とか、だから外国人選手はもしかしたらキャンプに参加しないとか遅れるとかあるんでね、はい、そこら辺よくわかんないのと、あとまだこれからね、はい、戦力がまだ外国人のね補強とかいろいろ動くと思うんで、あとはあのポスティングもね、今有原が決まってるのかな、だから菅野とかね、西川とか、あと松永の FA とかどうなるのかっていうところでね、それがまたこう変わるとまた変わりますけど、とりあえず今です、今の現状の、これがだからまた開幕前にもありますけど、変わる可能性ももちろんあります。だって誰かがいきなりエース怪我するパターンあるからね。いや、そうですよ、まだこのあと3ヶ月以上あるんで。そうそう、あといきなり、まあ、あの今季絶望とかありえるから、はい、あの主力が。そうですよね、うん、だから変わる可能性もあるんですけど、うん、今現状の、はい、日本一早い、はい、順位予想、袴田さん勝負っすね。いや、ま、これ私も順位予想するんですか。苦しいでしょ。苦しい、毎年。そうですよね、その苦しさ。そうですね、ボロカス言われる。はい、去年なんて中日優勝にして、どんだけお前逆張りすぎるとか言われて、あのそんなわけないやろって言われて、結局最後猛追して3位よ、8年ぶり A クラス、まあもう成功でしょ。まあ良かったですよね、強さをね。しかもあの名古屋ドームに、あの佐々木の期待を裏切るなっていう横断幕が貼られて、ねえ、ありました。ありがとうございます、中日ファンの皆さん。でもね、一つだけ納得できないことがある。俺ドラゴンズ全然関係ないわけ。セリーグにもいないし、中日もいないし、うん、そうですね、名古屋のテレビ1回だけ行っただけ、うん、野球中継で、はい、なんか縁かゆかりはあるんですか。全くない、親戚ない、通るだけ、はい、通るだけ、新幹線とか、はい、徳島帰る時とかに、通るだけ、はい、全く縁もゆかりもないのに、1位予想して、頑張って、はい、うん、でも、名古屋からの出演以来、ゼロです、はい、どういうこと。あ、1回もなかったんですか。1回もなかった、良さそうですけどね、うん、年末、はい、なんかあの CM でバンバン見たんだけど、うん、あの年末なんかドラゴンズの、はい、なんか1年総ざらいみたいなやつあるじゃん、はい、うん、あの結構槙原さんとか、はい、ギャオス内藤さんとか、うん、ギャオスさん愛知出身なんでね、うんうん、赤星も出てたから、はい、なんかあったの座談会みたいな、はい、うん、俺呼ばれないのみたいな。あ、俺めっちゃドラゴンズのこと OB じゃないけど知ってるよっていう。はい、そうですね、うん、しかも誰よりも中日が 強いってこう、ね、言ってる方ですね。で俺今年全解説者の中で一番野球の試合見てると思うの、まあ、そうですね、あの毎日全試合見てたから、総チェックやってましたからね。ゼロ。嘘嘘。名古屋の放送局の皆さん、はい、お願いしますね。もう佐藤さんも東京の方ってやっぱ思われちゃって、いやいやいや、どこにでも行くよって。うんうん、俺フットワーク軽いからね。だって大阪で年末、はい、テレビ大阪よ、はい、俺と謙信さんと井端さんで、はい、今年の1年阪神どうだったかっていう座談会よ、うん、へえ、年末にテレビ大阪よ。で阪神のことよ、うん、阪神帯一人もいないよ、はい、しかも俺パ・リーグよ、うん、で謙信さんと井端さん、はい、どんな組み合わせやっていうところに行ってるわけよ、はい、そういうこともありながら、うん、ちょっとあれはね、うん、ショック受けたね。そうですね、だって今年結構いろんなとこ行って
ってますね。広島行ったり仙台も行ってたりとか、うん、そうだね、うん、2020年、うん、コロナ禍の中で行かなかったのは、はい、名古屋と、はい、北海道、ああまあそうか、そんなさ、うん、だけですね、はい、まあでも、はい、今年の順位予想まだ分かんないから、そうですね、うん、どう来るか、うん、セ・リーグよ、はい、じゃあ行っちゃいますか、行っちゃいましょう、これどう発表しましょうか、はい、もう2人でジャーンとホワイトボードに書いたんで、えちょっともう当て、こあのもう こっちでだけでいいですか、いやいや、あれやるよ、なんでさ、で罰ゲームしようよ、どっちが多く当たったか、まだ開幕前にもね、もう一回やるけど、はい、あと、言い忘れた、はい、去年の佐々木チャンネルの法則が当たってたよ、何、はい、ですか、オープン戦最下位になると1割の確率で優勝するって、はい、巨人優勝したじゃん、巨人オープン戦最下位でしたっけ、うん、そうそう、あ、近鉄巨人だけがオープン戦最下位で優勝してて、はい、で巨人もでそれが全部 B クラス、うん、で要はオープン戦最下位になったら1割の確率で優勝、はい、9割の確率で B クラス、 B クラス、そうだ、でも巨人は実績あるっていうところで、はい、巨人優勝、おお当たりましたね、だからオープン戦最下位の法則は生きてます、うん、はい、優勝か B クラスです、はい、その代わり優勝した確率は、まあ、去年ね優勝したんで、うん、ちょっとだけ上がりましたけど、はい、ほぼないっていうね、そうですね、それなのになんで巨人優勝にしてないんだって話そうですねだからそれをまたね踏まえて考えますけど、はい、今年の日本一早い、はい、佐々木チャンネル的順位予想こちらです、じゃーん、じゃーん、うん、はい、これ見えないですね、はい、佐藤さん、はい、僕はもう、はい、1位中日、お2位阪神、はい、3位巨人、4位広島、5位 DeNA、 6位ヤクルト、あ、はい、なんかでもちょっと若松さん、あれ1位阪神、1位阪神、2位巨人、3位 DeNA、 4位中日、5位ヤクルト、6位広島、はい、え、まあ佐藤さん、じゃあ1位中日、まあ1位中日っていう前に、はい、まずは菅野がもし、うん、ポスティングでメジャーに行ったらもう巨人はきついんちゃうかっていう、そうですね、まあサンティスとかね、うん、外国人残ってる選手いますけども、うん、なかなか厳しいぞと、はい、そこで大きく3位に落ちるんじゃないのかと、はい、まあ、それでも A クラスは死守するかなと、うん、はい、っていうところで、うん、そこで上がってくるのが最後まくりでも、うん、これ騙されてんのかな、2019年もドラゴンズ終盤めっちゃ良かったのよ、うん、前半ボロボロで、はい、でそこでボケるんちゃうかと思って2020年優勝予想よ、はい、前半ボロボロじゃん、うん、怪我にも出て、はい、岡田がやられて、うん、挙句の果てに代打三馬、うん、おいおいおいみたいな、はい、佐々木のもう肩にこんな狭くなって、はい、終盤こんなもう、うん、副総部へもうマルチネスで、はい、もう盤石の37連勝、はい、勝ってたら、うん、で打つわ打つわで打撃陣全員帰ってきたらいい感じ、うん、大野は沢村賞、うん、わーおで木下はキャッチャー一本立ち、うん、わーお、うん、いけんちゃうか1位、なんかちょっと整った感じしますね、なんか怪我人やめて、うん、そうですね、あと大野今年頑張ったけど、はい、2020年ね、はい、21年、うん、体大丈夫だよねっていう心配あるけども、時は来た、はい、橋本慎也バージョンです、はい、時は来た、はい、行くぞ、行けんちゃうかっていう、はい、今年は、うん、で2位阪神、はい、外国人ね、新外国人にとって、はい、で評判はいいのよ、はい、でも俺はもうロサリオを見てるから、はい、評判いいのは、うん、全然だったっていうのもあるけど、まあ、ピッチャーはね整ってるし、まあ、内野陣もね、まあ、エラー少なくして頑張ってもらったら、はい、いくと思う、はい、いい感じで、うん、だから2位で巨人が落ちて3位、はい、で4位は DeNA と広島で迷ったけども、やっぱオースティン怪我勝ちっていうね、はい、でファーストロペスいなくなって、セカンド、あ、ファーストに多分外が入ると思うね、うん、でセカンドは柴田とか、あとは新人とか入ってくるのかなとか、あとやっぱ梶谷、はい、抜けてるじゃん、うん、でセンター上里、ね、桑原っていうところか、うんうん、でまあ伊野は、まあ、痛いけどめちゃくちゃ痛いわけじゃない、はい、あと今永の大丈夫ですとは言ってたけど肩大丈夫なんかっていうちょっと不安要素もある、はい、でまあ山崎朝日の復活も不可欠、うん、でパットンがいなくなった、で監督変わった、うん、5位みたいな、あーなるほど、うんうんうん、で広島は今年大瀬良がね途中で2020年は離脱したりとか、はい、もう中継ぎ外国人も全崩壊みたいな、うん、最後はまあなんとかちょっとずつ収まってきたかなっていうところでも全体的に厳しい、はい、でヤクルトは、うん、今年じゃない、まだだと、うん、時が来てないと、うん、まだ時来てない、はい、山田と小川、うん、石山、うん、残留はめちゃくちゃでかい、はい、いやそう本当にそう思います、うん、でもやっぱりね外国人次第、うーん、
やっぱりこう去年もね、イノーは、クック、はい、エスコバー、まあ、エスコバーはエスコバーなりに頑張ったと思うよ、はい、でも、まあ、納得できないというところで切って、うん、まあ、まあ納得できないね、あの助っ人であれぐらいだと。だからピッチャーがやっぱどうするんやっていうね、うん、まあ、石川もね複数年してこれ200勝はね絶対行ってもらいたいけども、うん、そんなパン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 回れないと、うん、でまあ野手陣結構いい感じで来てるけど、うん、キャッチャーも怪我人ばっかりでどうするんやと。戻ってこないですかキャッチャー。いや、まあ、まあ中村が戻ってくると思う、はい、う普通にね、うんうん、だからそこがどうなるのかっていうところでも、うん、今年じゃない2024年なのよ、うん、あ、強くなるの前も言ってましたね、うん、4年に来るって。だから2021年じゃん、うん、まだだね、まあ、あと3年先ですか、うん、だから まあまだあの今年じゃない、はい、だから、横の肩書きで言うとドラゴンズ、はい、時は来た、はい、はい、阪神盤石な戦力、うん、外国人次第、巨人菅野の穴を埋めれるのかきついねっていう、はい、広島怪我人全員帰ってきてあとは外国人頑張れ、はい、で DeNA 新監督抜けた穴を埋めれるのか、ね、ヤクルト今年じゃない。シンプル、これです。はい、わかりました。今のところね、はい、あ、待って、カーカロスあるよ、うんうん、だから皆さんのね、はい、皆さんの、うん、これであの順位予想のね一番大事な要素は、はい、人のことを否定しない、はい、だってどうせ外れるんだから、うん、去年2個だけは当たったの。そうですね、西武の3位とヤクルトの最下位だけよ、はい、当てたの、うん、かなかなか当たらないのよ。そうですね、うん、結局はね、はい、だからみんなの予想もね、うん、新年一発目の書いてほしいですよね。はい、これもう私の予想いらなかったじゃないですか。いるいる、今から聞くよ。あ、聞くんですか。うん、もちろん。え、なんで阪神1位なの。いや、まあ、あの去年勢いがあったんで、うんうん、あの最初すごいこう低迷してたじゃないですか、うんうん、そこからウィーンってきたじゃないですか。開幕で大山使わなかったり、はい、キャッチャー、毎日併用みたいな、はい、で全然もうね、あの開幕ドーンみたいな。大山、ね、選手入ってからすごい良くなって、でも今年巨人が、まあ、菅野投手抜けるっていうのもあって、うんうんうん、ペッて上いっかなみたいな、うん、可能性ある。ありますよね、うん、可能性ある、はい、うん、でも多いと思うよ今年の阪神優勝する予想解説者特に、はい、めちゃくちゃ多いと思う、うん、俺はね。でも菅野投手抜けても阪神に負けてたまるかっていう巨人は多分食らいついていくと思うんですよ。2位でね、ついに、うん、で3位は、ですね、DeNA、はい、DeNA あれじゃん、あの松さんとの番組で番長来てたから。あ、そうそうそう、それで感情入ってんじゃん。はい、はい、そうです。まさにそうです。いや、でもあの本当に生でお会いしたの初めてだったんですけど、うん、なんかクールで渋くて、うん、素敵でしたよ、うん、あのよろしくって言ってました、うん、あの監督っぽくない監督ですよね。でもだって最初はみんなそうよ。そうですよね、ここからですよね。そんでそこからなっていくんだから、うん、そう。でもすごい頑張ってほしいなっていう、うんうん、あと私 の, あの静岡高校の後輩も即戦力として、ね、あの入りましたか、池谷君って。そういうのも大事よ、はい、身内びいきね。そうですよ、そういうのも大事だ。中継ぎでもしかしたらフル回転するかもしれないし。いやいや、だって解説者じゃないからね。そ う, そういうの入れておかないと。そうですよ。あったか見たいよ、はい、中日。中日は佐藤さんがめちゃくちゃ推してるんで、うん、あの、まあまあ、逆張りパターン。はい、あの、まあ、ちょっとだって上から決めたらもうそこに置くしかないんだもんね。そうなんですよ。そう、こっちから決めちゃってるんで、うん、それ今中日、うん、でヤクルト広島。ヤクルト広島もうここもね、うん、どうしようかなと思ったんですけど、うん、ヤクルトまあ大きい選手たちが残るじゃないですか、うん、大きいね。ってことはなんかさらにこうもっとこう去年よりはアップしていくんじゃないかっていう。で5位、うん、で広島まあ去年もちょっと勢いが足りなかったので、うんうん、6位かなみたいな、うん、これはもう仕方ないよ、はい、苦しいでしょ6位のチーム言うの。苦しいです、ごめん、本当にごめんなさいと思います。思うや、うん、もうそんなのもう俺は毎年だからごめんなさいっていう気持ちもないよ。もう仕方ないもん、それ思っちゃってるんだから。そうですね、うん、はい、でもまあまあいいじゃないですか。うん、いい感じいい感じ、はい、このこれと全く同じ人もいると思う。え、解説者ですか。解説者でもいると思うし、はい、あのコメント欄にもあると思う。あ、そうですか、うん、はい、だからまあね、これがどうなるのかっていうね。もっと奇抜な予想すればよかったかな。いやいや、あんまり奇抜すぎると、はい、はってなる。そうですよね。あ、いい感じで、じゃあいい感じいい感じいい感じ、あの穴がち、はい、あの変じゃない。お、よかった、うん、でも、うん、俺は当てに行くよ。はい、中日が1位だと。うん、そうだね。時は来たと。時は来たと、うん、来そうな感じがする、はい、あとジャイアンツが落ちてるっていうところもあるんだけどね。うん、菅野がいたら巨人にするんだけど、でも今日、はい、ポスティングオールね、まだ決まってないから、はい、ここどうなるか分かんない。え、もしかしたら残る可能性ってまだある、まあ、ある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 。あ、有原はね、なんかレンジャーズと決まりましたね、うんうん、ポスティングは残る可能性ある、はい、岩隈も1回ポスティングして行かなかったしね。 あと中地とかね、はいはい、もう行かなかったから、うん、だからそういう可能性もあるけど、うん、まあ、それはね、おいおいだね、はい、ということで、はい、正月、うん、
2021年、はい、1月1日元旦、うん、ね、日本一早い順位予想、皆さん一緒に考えましょう。